どうもお疲れ様です。今日も速稼塾の放送を見ていただきましてありがとうございます。今回もですね、メールの返信にプライバシーに配慮しながらこちらをお届けしようかと思います。一般公開動画でございます。まずね、昨日から始めた昭和ヤクザのシリーズですけども、私はね、暴力が必要な時ってあると思うんですよ。でそうするとね、なんか右から左まで全部暴力を排除するとかね、暴力を否定するなんて簡単ですけども、まあでもね、やっぱり私たちは暴力を使い分けないといけないのかなと思います。例えばね、生きるためには私たちは暴力を使う機会って多いんですよ。実際にドカンと殴らなくても、この人怖そうだから言う通りにしとこうっていうのは、やっぱり暴力の影とか、いわゆる圧力とか権力を感じるからだと思うんですよね。つまり私たちが身近に感じるものの中に空気を読むって言葉もあるでしょ。自分の言いたいことはあるんだけども、他の人の雰囲気を察して自分が自分なりの意見を言うと、なんだかね、みんなからつまはじきにされるような雰囲気がするから、だから自分の心にもないことを言うことによって周りの人に合わせちゃおうっていうのも、これも言ってみれば暴力や権力や雰囲気に屈していることだと思うんですよ。まあ、つまり嘘つきをねしているってことなんですよね。実際にドカーンと殴らないまでも殴られないまでも、心の中でね、こいついい加減言うこと聞けよっていう風な思いが上ったってことは、それはもうすでに暴力の始まりだと思うんですよ。だから私はこう思います。暴力を否定することなく、暴力をちゃんと扱えるようにならないとなっていうところなんですよね。だからといって気に入らない人をどんどん殴れって話じゃないですよ。そうじゃなくて、しつけの時にどうしても言うことを聞かせられない時はパチンと頭をね叩くこともあると思いますしね。それが全部ダメだっていうことならば、もしかしたら暴力を使ってこないんだったらこっちの言う通りにやらせてもらうぜみたいな、暴力を使わない暴力に屈するというベクトルも働くんじゃないかな。これについては表現が非常に難しいんでね、すぐにこうだよっていうふうに納得できるような言葉を私も知りませんけども、でも実際に世の中に暴力が存在して、私たちは暴力の影に怯えて、そして自分は暴力を使わないんだけども、時にはあいつ蹴散らしてやるみたいな気持ちになったりね、怒りがふつふつと湧いたりとかすると思うんですよ。で私が常々言ってるのは4度こう抜きましょうって話なんですけども、いきなり話が飛ぶような気がするでしょ。でも実際そうではないんですよ。腹が立つって言葉があるよね。腹が立つって言葉もねありますよね。腹が立つっていうのは実際に胃がねぐっとまっすぐになるんですよ。腹が立つんですよ。腹に据えかねる、つまり腹の中に収めておけずについつい言葉や行動に出てしまうってことです。言ってみれば暴言だってね、暴力みたいなものでしょ。パワハラとか言うでしょ。あとは上司が部下に何かを指示する、命令することってあると思います。時には能力以上のノルマを求めることもあると思います。それをいちいち暴力だっていう風に書き換えて、パワハラだっていう風に考え変えてしまうのは、これも暴力なんじゃないかなと思います。上司は部下にとってね、どんな存在かっていうと負荷をかける存在なんですよ。もうちょっと頑張れよと、お前の限界はもうちょっと上にあるんだ、それを俺は見抜いてるから、あと1点取ってみろ、2点取ってみろ、結果的に取れなくても責任は取るから挑戦はしてみろよっていう風に発砲をかけるんですよ。やってもやらなくてもいいよと、どっちにしても給料出るからねっていう風に泳がしておくのが上司の仕事ではなくてね、やっぱりトレーニングにしてもリハビリにしても負荷をかけることによって自分の力が伸びるっていうところがある。そしてお尻を叩いてもらうっていう表現があるでしょ。要するに頑張ってっていう風にして、もう一歩でゴールにたどり着けそうな人のお尻を叩くことによってね、ポンと前に出ちゃったりするわけですよ。そのお尻を叩く行為が暴力ですか、野球部のケツバットは本当にいけないことなんですよ、いう風に思うとね、キリがないわけなんですよね。はい、結局ね、暴力のように見えてもそれを受ける人がそれによって喜んでいれば、それは客観的にも認めないといけないことなんじゃないかなと思います。アントニオ猪木さんという方がいらっしゃって、リングの上でね、10万円でビンタをするみたいなサービスがありましたけども、10万円を払ってお願いしますって言ってバチンとぶん殴られて、ありがとうございましたっていう風なサービスが存在するってことを考えたらね、私たちはある時は殴られることによって発奮することもあると思う。
それが昔の価値観だというふうに全部に蓋をしてしまって本当にいいのかなっていうふうに思うんですよね。何か行動を起こした時には何らかのご褒美があるのと反対側に何らかの罰則があるってこともあるんじゃないかなと思います。スピード違反をして事故を起こせば交通刑務所に入って1年2年と牢屋の中に入る、自由を制限されることもあると思います。それも暴力なんじゃないですか。果たして犯した罪に対してその刑罰が正しいのか釣り合っているのか、これは一体誰が判断するんですか。それこそ古い価値観だというふうに考える人はいないんでしょうかということですね。はい、話が変わりました。次は可動部の話です。可動部ってのは少ないアクセスでいかに大きな売り上げを立てていくかっていう、まあ、そういった能力のことです。可動部ね、稼ぐ道、そんな部活の意味ですけどね、可動部。まあお花をね生けて可動部っていうのとはちょっと違います。この可動部なんですけども、誰しも商売を始めた頃はお客さん0人です。見込み客も少ないです。人脈もあんまりないんです。40代だろうが50代だろうが、今日から始めようと思った時にはその商売のお客さんっていうのは最初は0なんです。0なんですけども、でも最初の1人目のお客様を獲得するためには見込み客を10名、100名、1000名と広げていかなくてはいけませんよね。でもその広げていく途中に店が潰れてしまってはいけないんで、じゃあたった1人しか自分の集客力がない、だけどもその1人に対して本当に商売は成り立たないんだろうということを考えます。究極はお客さんが0人でも速稼塾では売り上げを取る方法を教えています。例えばポイントサイトとかね、お客さん0ですよ。そこから売り上げを立てていって、その売り上げで食いつないでいって、食いつないでいるうちに本当のお客さんを手に入れる、そういう段階を踏むんですね。で、最初はライブ放送や YouTube 放送でもアクセスは低いです。3とか5とか再生数10いくこともないと思います。でもそこには確実に1人の人が人生の限られた時間を5分10分と使ってくださるという信頼関係があるわけです。じゃあ見にも来ない人に対してどんなアプローチができるのか。できません。でもとりあえず接点を自ら持ってきてくれて、自分の放送している動画にアクセスしてくれる方に対しては何らかの信頼関係を構築することができるわけです。だからアクセス1でも売上30万100万っていうのは可能なんですよね。ここでちょっとね思い出してもらいたいんですけども、どんな人でも毎日誰かにお金を払っていくんです。そうじゃないですか、ね、私も今朝8時ですけども、これから誰かにお金を払わないと今日の一日成り立ちません。例えば電気代だって払ってるでしょ、インターネットの回線代だって、スマホの利用料だって払うわけです。実際にスーパーに行けば誰かわからないスーパーの店員さんにお金を払いますし、今日は歯医者に行く日なんでね、歯医者さんにお金を払うんです。じゃあ一人の人が生きていく中で私にできるサービスはないかなって考えるのがビジネスじゃないですか。うちは飲食店なんで売るものがありませんじゃないんです。飲食店じゃないけども健康やお皿とかコーヒーカップみたいな陶器ってものの知識を売ることはできるわけです。その売り上げが別に10万とか20万じゃなくてもいいんですよ。例えば300円の PDF ファイルを売ることができませんかとかね、私の特別なサロンが来月オープンします、今だったら先行会員価格なんと9割引きの1980円ですっていうセールスをして、とりあえず予約を取っておくってことってできませんかってことなんです。回数券っていうのも全く同じ発想です。1回500円のサービス、11回分の回数券を5000円で売りますってやったらお得感が出るじゃないですか。そして今日まだ行っていないサービスに対して5000円という入金があるわけですよ。こういうふうに考えていくことも大事ですよね。そして世の中では当たり前に起きてますよね。だから自分のビジネスがこうだからこれ以外はできないって決めてしまうんじゃなくて、どうやったら他の人が稼いでる方法を自分は扱うことができるだろうかっていうふうに考えていくんですね。ちなみに昨日私ね、トヨタ自動車に行きました。トヨタに行って私の車のねプロケアってのを受けてきたんですよ。それは車検のちょっとね軽いバージョンっていう感じです。今年私車検には当たらないんですけども、車の整備をしたり
どっか壊れていたりとかね、壊れそうなところを見てもらうってサービス、これがトヨタから来るんですよ。年に1回、そろそろ見に来ませんかっていうような誘いを受けるんですよね。で、そのための費用が7700円、オイル交換やりますってやつなんですよ。これは得だなと思いました。私はね、オイル交換を1回するとだいたい1万円前後かかるんですよ。だからオイル交換7700円って考えても行くべきいざないだなと思ったんですよね。で、行って30分ほどオイル交換、その他点検を受けて、で、修理箇所のアドバイスを受けます。バッテリーを変えましょう、ワイパーを変えましょう、そんな機能アドバイスがありました。そういったアドバイスを受けながら、確かになと思えばそのまんまサービスを継続してプラスアルファでお金を払ってもいいし、今日はオイル交換だけのつもりで来たんで点検項目は、覚えておきます、そのうちまた来ますね、でもいいわけですよ。でもトヨタ自動車としては来店させて売り上げを上げるってことには成功してるわけですよね。そして私にとっては何らかのメリットがあるから言ってるわけなんですよ。そのメリットは何か、私の担当者がつきました。船さんという方です。新入社員の方でした。船さんと面談をしました。久保さんは商売どんなことやってるんですか。僕はね、 YouTuber なんですよって言いました。え、マジですか。じゃあ僕の車紹介してくださいよっていうふうに、船さんはセールスマンですから自分の認知度を広めて、その中から車の売り上げをなんとか取ろうと思ってるんですよ。私も当然、あ、そういうことをやってるんで全然紹介しますよと、船さんですね、早速明日にでも話しますよって感じで今日話したんですよ。今後もこの船さんとのエピソードを話すことがあると思いますんで、もしね、トヨタから車を買いたい方はぜひこの船さんから買ってあげてほしいなと思います。すぐじゃなくてもいいんで、おそらく3年後、5年後、10年後には私の放送を通じて船さんから車が何台も売れることを私はもう分かっています。確実に売れます。そういった意味では私はね、船さんに提供ができてるわけなんですよ。プラス私は昨日船さんのチャンネル登録をいただきました。私も手ぶらで帰ってきてるわけではないんですよね。そういった感じでチャンネル登録者がね、1万人いようと2万人いようと、目の前の一人の人をどうやって私のチャンネルのファンにするかってことをいつも考えてるんですよ。それこそコンビニの店員さんにだってね、 Uber Eats でランチを持ってきてくれた人にも登録はしてもらいましたよ。その代わりその人にも私なりのメリットを提供するんですよ。 YouTuber に紹介してもらいましたっていう風に Uber Eats の方とか、それからコンビニの店員さんが喜ぶんだったら私はやります。そうすることによってその人のメリットになるからなんですよ。そしていずれ私の速稼塾に入るだろうという動線も聞いてます。その段取りとして、少ないアクセスでもお金を稼いでいく方法を詰め込んだのが稼働部であり、稼働部に有料で入ってくださった方にはね、私の徹底サポートもついてますので、もうすでに一部の方は体験してると思いますけども、私との出会いが売り上げに変わってるはずなんですよ、ね、別に速稼塾に入りましょうって言ったわけでもない。私とのやり取りをしてるうちに、なんか売り上げ上がったなみたいなことがね、確実に起きたでしょう。誰かが来て自分の商品を買ってくれた、サービスを受けてくれた、売り上げ上がったっていうことを体験してるはずなんですよ。だったら本当に速稼塾に入ったり、私の直接のサービス、アドバイス、コンサルを受けて効果が出ないわけないじゃないですか。そういった形で私はね、効果の先渡しを結構するんですよ。まあそうすることによって、言ってみればね、試食に立ち会ってもらってるような感じですね。はい、ぜひね、稼働部の方も無料版がありますので体験していただいて、これは確かになと思ったら、ぜひね、もっともっと深いところまで入ってきていただければと思います。はい、最後にこう書いてますね。最近なぜか良いものが集まってきてるような感覚になります。はい、良いものが集まってくるんですよ。類は友を呼ぶじゃないですけどもね、いいものに出会うともっといいものが近寄ってくる。結局いいものを受け取ると、ああよかったっていう波動が頭から出るんですよ。うわ、なんでこれ最悪だという波動を出せば最悪のものが集まってくるんですよ。ですんで、何かね、ついてないな、運が悪かったな、悪いことされたなと思っても、なるほど、これを解釈として良かったっていうふうに考えられないかなっていうふうに、思考の転換を図っていくと、人生はどんどんいい方に転換していくんじゃないかなと思いますけどね。はい、それではね、送っていただいた動画の方も OK じゃないですか。今日もよろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。